はい、皆さんこんにちは、ちでございます。フォールアウト3のパート175ですね、やっていきたいと思います。どこまで、簡易ベッドがあるんで休憩したんでしょうね。はい、全部抜いてますね。じゃあ、なんか少し記憶ありますね。レイダーさんとやり合ってたんだっけ。で、私はボルト87に迎えというところですね。別にもう敵さんいない。ん、何かいますね。なんだろう、死体。そうですね、動いてるんですね。このゲーム黒いのありますんでお気をつけくださいね。さあ引き続きいきましょう。あ、誰かいる。なんだろう、何か歩いてるの。ミュータント3匹いるね。これ大丈夫かな。どうしよう。接近して仕掛ける。一人はあっち行きましたね。二人がこっち。引き返してきた。高所になると止まりましょうか。これ引き返して交差するんだね、多分。ちょっと なるべく背後から。よ、やっぱり来ている。ダメだな、これダメだった。これダメだね。どうしようかな。もう一発。ダメでした。よし、手に当たったね。これはいいかもしれない。今度なんかやるんだね、あれね。もう一回打っちゃいましょうか。よし、右腕打ったのかな。いや、相手さんダメージ当たってるんで武器かな。武器もスレッジハンマー打っときましょうか。あら、思ったより効かなかった。スレッジハンマー、いけますね。あと殴りに来るのかな。ちょっと逃げとけば大丈夫かな。いや、いいいいね。なんかいいですね。スレッジハンマーしか持ってなかったのね。どこいんだろう。こっちだね。この武器落とすのもいいかもしれないね。ダメージ与えれるのかな、武器落とすのは。いや、もうここだったら頭いっちゃおう。はい、玉ね。で、こちらね。何もなかった。よいしょ。で、私はこっちね。彼らはただ単に湧いただけかな、そんな気がしますね。あとですね、ちょっとここ数本なんですけど、音声と画像がついていってないという、同期できてない事象が何回か発生してますので、ちょっとコマを落としてますのでご了承ください。前回というかね、ちょっと前にもコマ落とした動画をテストしたんですけど、あんま変わらないから元に戻してたんですけど、コマの多い方にね。ちょっと音と画像が合ってないっていうことがあったんで、負荷をね、録画する PC の負荷を下げる意味で、コマ数を落としましたので、ご了承くださいねって。何かいる。ワンワンか。いや、バレるね、これ絶対バレるね。一応じっとしてればね、動くよりはじっとしてた方がいいですね。こっち見てるね。
完全バレちゃった。いや、胴体じゃなくて頭ね。あ、もう一発だね。このハンティングライフルの弾ってあまり弾数がないのね、在庫がね。あまり使いたくないっていうのが正直ありますんで。結構序盤から敵さんがね、わらわらと湧いてきてますね。あと、プラズマガン持ってたのかな？そうだ、プラズマガンがね、入ったでしょ？プラズマピストル。ちょっと弱いけど、弱いというかあれだけどね。これかな？あ、プラズマセットしてるね。あ、そっか、プラズマライフル売ってたんだ、私。さっきに。あ、なんかいるし、早速。あ、ヤオグアイか。ヤオグアイさんね。しかもこっち向いてるんでね。あれしちゃおう。あ、クリティカルだ。やっぱりクリティカル強い。クリティカル強いな。まあ、あの能力でパーセプションが高くないとね、遠くから狙うことできませんので。で、あとはあれですね、パークでしたっけ、まあ、スキルね、つけてあげていかないとというところですね。あのヒットマン的な感じをするんでしたらね。お次はある人形。あ、モグラ、リトルランプライト。ほう、あ、ここか、目的地。あ、リトルランプライトからボルトに行くかなんかでしたもんね。で、ランプライトを洞窟でボルト8の入り口を探すですね。よいしょ。高すぎた。ちょっと待って、ダメージ食らったかな。さすがに高いと。あ、何か影響食らってませんね。ちょっとしかめっ面しますけど。どこだい。あ、あれか、入り口。なんか小屋ありますね。小屋があるので。何かないかな。あ、何かありそう。カラー、道具箱ね。センサーモジュール、あー、両方持っていきましょうか。で、弾薬で、弾薬ですね。で、もう一個弾薬。あ、いいね。で、カラー、こんな中は何もないね。何もないですね。さっきね、あ、レジアルからです。スーパーミュータントさんをね、バット使わないでやっつけた時に思ったんですけど、若干ラグが緩和されてる気がします。やっぱり負荷が違うのかな。いつもだったらあんなのバッと使わないと当てられないんですけどね。さあ、ランプライト洞窟行きましょう。はい、電気つけてね。ちょっと寝た方がいいのかな、体力的にね。ちょっとあれなんですが、そこを動くな。一歩でも動いたら頭を打ち抜くぞ。いや、多分こっちの方が打てますよ。待ってくれ、味方だ。冗談を言ってるんだろう。待ってくれ、味方だにしましょうかね。あんたは大人だ。大人に友達はいない。入ってきたところから出て行けよ。
あ、子供なのね。え、ボルト87にどうしても行かなくてはならないんだ。行き方を教えてほしい。あー、そうだね、順番借りてこれだね。やめておけよ、あの場所はモンスターばっかだぞ。モンスターを避けるのは得意なんだ、多分あんたよりもね。スニーキングは高いのかもしれないですね。え、モンスター何のことだ。行く方法知ってるのか。もういい。行く方法知ってるのか。知ってるよ、リトルランプライトを通ればいいんだけど、通さないからね。他の道でも見つければ。うん、入ってもいいかな。あ、官僚ランプライト洞窟でバルト87の入り口を探す。リトルランプライトの町に入るのが目的になりましたね。じゃあもう一回聞きましょう。モンスターね。モンスター、はい、モンスター何のことだ。でかい奴らさ、きっと何かの間違いじゃないかって思うような奴らだよ。あ、もういい。好きにするよ。入ってもいいかな。いや、ここはどういう場所か。リトルランプライトさ、僕らここに住んでる。ムンゴは入れない。もう行きなよ。ムンゴって大人って大人のことなのかね。リトルランプライトについて詳しく教えてほしい。話す必要はない。まったくバカだな。打ってやろうかな。入ってもいいかな。ダメだ、ムンゴは立ち入り禁止だ。わあ、スピーチ 20%。 これはまあ失敗するでしょうね。僕をバカだと思ってるんだろう、はい、罠にはめるつもりならやめておけ。どうすれば信頼してくれる。あ、向こうって何のことだ。あんたのことだよ。あんたたち大人のことだよ。みんな背が高くて出来が悪い。僕らは向こうに用はない。どうすれば信頼してくれる。信用しなきゃいけない理由もないだろう。あんたたちムンゴはいつもトラブルの元じゃないか。もう誰もサミーやスクイレルみたいな目に合わせたくないんだ。なぜだ。サミーとスクイレルに何か。誰。サミー、スクイレル、ペニーはパラダイスフォールズの奴隷商人に捕まったんだ。気をつけろって言ったのに、あいつらバカだから聞かなかったんだよ。もしサミーと他の人たちを助けたら信用してくれるのか。本気かい。多分彼らを取り戻してくれたら中に入れてやるよ。クエスト増えちゃったよ。もう入れないよね。もうよかったな、失せろ。はい。いやー、ということは開ける、開かない。いっぺん寝床に帰りましょうか。こうなるとね、うん、こういう時はモイラさんだね。マップが追加されたと言ってますので、どこ追加されたんだろう。はい、あ、なんか増えてる。いや違うね、これは違うね。マーカーが追加されました。今ちょっと発音おかしかったですけどね。何が追加されたんだ。こんな変じゃないのかな。クエスト見た方がいいのかな。これか、パラダイスフォールズに入る。これで、いや、なんもないんですけど、あ、ついてるわ。あ、ここ、へえ。まあ行きましょうか。よいしょ、もう解除していいですね。あ、いやー、まあもう感じ的にはメガトンじゃなくてもっといいとこ行くべきなんでしょうけど、船は広すぎて私道迷うしね。メガトンが一番居心地いいな。さあ、誰だっけ。あ、モイラさんね。モイラさんにと取引して、あれかな、で寝て備えていきますか。まあ、備えるもんっていうのは体力ぐらいなんですけどね。はいはい。あら、ちょっと忙しいんだけど。本当忙しそうに見えないんですけどね。どうぞ。何売っちゃおうかな。あ、グレネードとかも多いね。
地雷も多いな。エイド、あ、収穫も15個持ってんじゃない。早く片付けに行かないとね。ステロンパックは思ったよりあるので、あ、血液パックかな。あ、銃と弾丸まだ使ってない。血液パックね、まあ置いとくか。戦前のお金、重さがないんでいいんですけどね。あ、カートンあるわ。カートンね。こんなもんかな。あ、こんなもんしかないね。じゃあね、なんかないかな。あ、コンバットアーマーね、ちょっと修理用に買っちゃいます。170するの？高いな。まあ私の魅力がないのが原因なんですけどね。ステンパックみんなもらっていきましょう。え、260も払うの？まあいっか。よし。しっかりね。また。はい。これやっぱあれかな、魅力とバーターが高かったらひょっとするとお金がかからないらしいんですけど、鉄砲の弾とかも買ってもいいぐらい。なんかこれに来た人だ、多分いつもの人だ。違うんだね、走ってったけど。いつもこれに来る、まあ、何かものね、これに来る人かなと思いました。さあ寝ましょうね。あ、ぬかコーラ、冷えたぬかコーラをね、持っているぬかコーラを冷やす。はい、冷えたぬかコーラを取る。ほい、ぬかコーラ何個あんの結局。私ステルスボーイも結構持ちすぎだね。10本。あ、これ使わないと。スモールガンが2上がりました。血液パックとあれは置いていきましょうね。化合物メンタスで、デトックスで、化合物の生成ですね。これ順番間違えるとデトックスできなくなるんで、ラドの完全浄化ですね。で、降りて、ベッドが下に回るんで、ちょっとこのラブラブなベッドでね。6時24分か。ということで13時間寝ましょう。で、何か作れるかな。多分ランチ、あ、ボトルキャップ地雷ね。ランチボックス地雷とか言いかけちゃったけど、まだ作れる。あ、さすがに作れないですね。何も作らないで、結構重いんで、レスコの白衣はもういらないかな。いらないね。ブラストマスター、ビッグガンとエクスプロシーブいらないね。あ、でもこれも相当だな。まあ、現地調達しましょうか。あといらないはカンタムね。で、血液パックね。冷えたぬかコーラはダメージ受けた時にでもいいかなっていう気がするので。そんなもんね。あとは、シュガーボムがやたらあるんですよね。あ、はいはい。よいしょ。はい、これ。ありがとうございます。はい、ありがとう。あ、ぬかコーラせっかく冷やしたのにもいただけるものはいただいておきましょうね。よいしょ。で、廃棄部品の、廃棄部品のおじさんのところに行って、で、あとはあれですね、シュガーボムを届ければいいでしょうね。はい、おじさんのところに。お、いた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 。なんじゃ。はい、
廃棄分に行けるな。もちろんはい、全部持ってけ。わかった、もちろんさ。あ、いやいや、あ、自動レビューだね。それじゃパーツは持ってませんと。行かないと。この人のウォータークーラーはタダで行けるのかな。あ、ないね。ご被爆しますね。さあ次は、どこかの駅だよね。あ、セネカ駅ね。あとアンダーワールド、あ、そうだ、アンダーワールドだ。アンダーワールド行けば武器強化できる可能性があるんですけど、あったよね、確かね。機会があれば行きましょうか。お、なんか音がしたと思ったんだけど、あの瓶が転がるような音ね。あ、タロスさんが倒れてるね。はい、電気つけまして、どんな考え事してるんだ。あ、違う、この人じゃない、あんた。何を持ってきたんだ。シュガーボムはこれで全部だ。素晴らしい。え、ん、何を持ってきたんだ。あ、取り除いたで出ましたね。あ、450キャップ、もう行かないと。結局あのスーパージェットでしたっけっていうのは使ってないので、使ったらどういう効果あるんでしょうね。もう一撃でニコちゃんになるかもしれませんけど、 AP がね、ジェットはもともと AP が回復するので、その類かな。ここ、あ、すぐそこだ、行っちゃおう。ここからちょうどよかったね。登るとすればね。で、たまにスニーキングして見つかってないかチェックですね。お、いる。あ、ロボット。どうしよう。あ、ちょっとこじんまりしてるんですよね、この銃ね。銃でいいんじゃない。釣れなかったかな、ロボットから。あ、これダメだね。うん、撃っちゃおう。一撃だ。あー、スニーキングだからね。さらにプラズマガンなんで威力がね、普通の鉄砲と比べて全然違うもんね。鉄砲いらないかな、レーザーがね。いや、いる。お、強い。もう武器が強くなったね、やっぱり。はい、もうこれでいけんじゃない。あ、もう一発だね。はい、撃っときましょう。このロボットもね、野良化してるの、なんとかしてほしいんですけどね。ロボットって野良になるの。ほんと、ほんと怖い。あ、過去分裂バッテリーはいらないですね。廃棄部品ももういいかな。さあ、奴隷商人のって言ってましたね。面倒なことにならなければいいんですけど、あそこかな。忍び込んだらいいのかな。
ゃあ正々堂々行ってみるか。中にいるのが敵かどうかを見極めた方がいいね。ここかな。あ、まだ入れないよね。あ、これか。いやいやいや、入れない入れない。入り口どこだい。あ、ここ先に行くのね。はいはい、わかりました。どんな感じ。ん、もうここ敷地の中かい。いや違うよね。お、お、人がいる。会話しちゃう。あ、トレードしたいのか。いや、あ、まあちょっと修理できるかな。ただと、あ、いいですよ。あ、バトルアーマーね。あ、2キャップで、ライフル、ピストル、サブマシンガン高いね。メタルヘルメット69。はあ、へえ、こっちだね。サブマシンガンはいいんですけど、あ、これ高いね。マグナムね。マグナム使わないんでいいですけどね。じゃあこんなもんかな。で、買いたいもの。欲しいものを言ってくれれば提供できるよ。多分ね。ああ、ぬかグレネードのね、設計図があるんですよね。買っちゃっとこっか。作らないけどね。はいはい。またいるものがあれば声をかけ、また何か必要、はい、この人たちずっとおろちょろしてるんですよね。あ、パラダイスフォローズ見つかった。あー、てか中の人白だね。だから大丈夫かな。そこを動くな。誰であろうが奴隷ビジネス以外の要件でパラダイスフォールズには入れさせん。奴隷ビジネスの資格があるかはこっちが決める。パラダイスフォールズとはなんだ。このまま入れてもらえるか。なんでもない、興味はないと、はい、冗談だろ。パラダイスフォールズを聞いたことがないのか。あんた最近ボルトを出てきた口か。ここは奴隷商人がいるところさ。俺たちはウェイストランドで捕まえた奴隷を売るのさ。売買しないんだったら消えな。奴隷、人間はそれはひどいと。奴隷、まあみんな生計を立てないといけないからな。ちょっと理解してるんですね。こっちで行ってみましょうか。そうさ、もし生き抜くタフさがなければ生きてるやつにとって使えるやつじゃないとな。ファミリーのこと、あ、ファミリーのネタ出るのね。聞いてみましょう。ああ、ギャングやらとかのことだろ。やつらパラダイスフォールズの周りにすら来ようとしねえよ。うん。どうして入ってはいけないんだ。何もトラブルを起こさない。あ、これはダメでしょうね。どうして入ってはいけないんだ。パラダイスフォールズに来る人間は2種類いる。奴隷と奴隷商人だ。奴隷になりに来たんじゃなければ消えな。うん、スピーチ 59%。 おお、聞こうかな。ユーロジー上手に、あんたみたいなやつからクソを受け取らないだけの金はもらってる。ただ俺がハッピーになる利得はたくさんあるがな。失敗しましたね。もしかして欲しいものがあるんじゃないか。地下になるから入れてほしいと。ちょっと聞いてみましょう。俺に必要なのはお前が消えることだ。ユーロジー・ジョーンズにお前のようなクソったらと間抜けの相手をする暇はない。俺の仕事さ。限界があるって言ってもあんたのおしゃべりは頭痛がするんだ。今ここであんたを殺さなくていい理由を言ってみろよ。おお、すごい来てますね。ユーロジー・ジョーンズとは誰だ。マジで？あんたはその男の事務所にやってきて、それが誰だか知らないってのか。彼がパラダイスフォールズのオーナー、その人さ。だがユーロジーには間抜けに使う時間はない。俺がお前を泥にぶち込む前に消えな。もし奴隷を捕まえたら中に入れてくれるか。いい加減入れてほしいと。ギブアップしないだろうな、うん、あんたに頼み事がある。あら、もしうまくやってくれればパラダイスに入れるかもしれん。あんたに奴隷を集める素質があるのかよ。そっちか。しゃあないな。奴隷商人手伝いなら朝飯前だ。奴隷にするのは犯罪者、その予備軍だけ。罪のないものを奴隷にする必要はないってことでいいな。汚い仕事をするつもりはないと。いや、もう
めんどくさいんでこれで行きましょう。ドレッチョの手伝いなら朝飯前だ。わかったぞ。あんた腕利きだな。いいだろう。よく聞けよ。ユーロジーには結びたい特別な契約がある。彼らを捕まえたいが俺は忙しい。代わりにお前がやってくれ。これをやってくれたらパラダイスに入れてやる。さらにあんたがうまくやれば俺はあんたと報酬を分けるよ。うん。どれを集めてくるでいいですね。まああんたのためじゃないもんね。どれ集めてくる。はい。もう一つ、メスメトロンってスタンガンの種類がある。あんたにこの効力を試してほしいんだ。簡単な調査プロジェクトさ。このメザーを持って哀れな奴を撃つんだ。彼がララランドにいる間、この首輪を頭の上から引っ掛けるんだ。首輪には注意しろよ。いじると爆発するからな。奴隷にはここに素早く戻らないと頭が吹っ飛ぶと伝えろ。それだけか。もう一度言うの嫌なんだよ。メスメトロンにはマニュアルみたいなものがある。俺はそんなもの読む暇ないから、読み方を知っておいた方がいい。はい、奴隷にしたい重要ターゲットについて、欲しいのはこの VIP だけか、それとも他の奴隷も欲しいのか。欲しいのはこの VIP だけか、意味が分かんない。なんかいろいろ出てきましたね。あ、そうか。はいはい。欲しいのはこの VIP だけか、それとも他の奴隷も欲しいのか。この VIP のうち一人を連れてこい。そうすればパラダイスフォールズに限定されてるよね。だがユーロジーが俺にお目付け役の仕事を貸してる以上、金になる仕事はあまりできないのさ。もしあんたが奴隷を連れてきたら、喜んで報酬を分け合うよ。ずる賢い考えなんてするなよ。俺は奴隷の首輪の無線信号を監視して新しい訪問者の記録をしてるんだ。はい、まあ行きましょう。そいつはクソ残念だな。はい、どうぞ。言葉悪いな。この間にメスメトロン行っちゃうか。あのメスメトロンっていうね、高速道具になるのかな、意識を飛ばすみたいな。まあ読んでみましょうか。取扱説明書ね。とりあえず何？リベットシティからフラッグを奴隷として連れてく。テンペニタワーからスーザン・ランカスターを奴隷として。あ、二人連れてこいっていうのね。おー、なかなかなクエストだな、これ。だいぶいろんな人を敵に回すかもしんない。街に入るのと、パラダイスフォールド。あ、そうね。だもんで、今この状態でワールドマップを見ると、二つに分かれてますね。そうね。まず簡単な方から、まあ、簡単な動画があるけど、リベットシティですね。あと、テンペニタワーが絡んできましたね。私、このシナリオの進め方知らないわ。あと、あ、ちょっと時間いいんで、一度この辺で終わっておきましょうかね。じゃあ、終わっておきます。フォールアウト3ですね。どうもありがとうございました。